作手線に使用されている車両新城市 S バスは、愛知県新城市のコミュニティバスである。新城 S バス、または単に S バスと呼ばれることもある。中売り線、吉川市川線、佐久手線は、豊か鉄、バス、北部線、西部線は、豊か鉄タクシーへ運行委託。S バスの S 和には、新城の S の他に、学校、買い物、安全など、 バスが担っている目的や役割としての S が含まれている。新城北部線、西武線は新城旧市域で交通環境改善を図って新設された路線、ワゴン車が使用されている。新城北部線を豊橋鉄道が担当していた時期は専用の小型ノンステップバスが使用されたが、豊鉄タクシーへの変更に伴い豊橋の自動車、営業所に転出した。 中売線、吉川市川線、作市線は、かつて、豊か鉄バスの一路線であったが、現在は、新城市 S バスの路線となり、運行は引き続き豊か鉄バスが担当。豊か鉄バスの通常の車両が用いられる。宝来、手地区の路線は、宝来町と手村で、宝来町営バス、手村営バスとして運行していた自治体バスが、 平成の大合併で、新城市合併後に、新城市 A バスに改名され、その後 S バスに統一されたものである。上りと下りで、ルートが若干異なるので注意。旧新城市地区は、作手線を除き、平日のみ運行。宝来地区、作手地区及び、湯野屋温泉も来る。新城線は、土曜日も運転。新城北部線、西部線の運賃は一乗車200円。 その他の路線は外部リンクを参照。布里ミネ線と塩瀬線には布里地区で相互に投資運賃で乗り継ぎできる乗り継ぎ券の制度がある。作手地区の森吉線とつくで足軽線の乗車は事前予約がいる。一部区間でフリー乗降を実施している。ありがとうございます。